山の養魚場。俺が小4の頃だったと思う。うちは3人のクソ田舎でさ。夏はクワガタとかカブトムシとか取り放題なくらいのレベル。で、俺らは田舎のガキらしく山の中駆けずり回って遊んでたんだ。時代は昭和でさ、暗くなっても外で遊んでたら人さらいが来るぞ、なんちって脅されたりしてた。実際うちの田舎でも近隣でも、子供の行方不明とかがたまにあったんだよな。遅い時間に海岸行ったら絶対さらわれるって言ってたし。ほんと昭和の少し影のある時代の話。でも、俺らは全くそんなこと気にしませんとばかりに、山だ海だ川だと、毎日遅くまで遊び回ってたのさ。ある日、連れの竹がとんでもないネタを仕入れてきた。早朝にクワガタを取りに山に入った時に、1時間は山道歩いたらしいんだけど、廃棄されたような養魚用のため池の跡地みたいなものを見つけたと。昔の池か沼かを利用したっぽい、粗末で小さい池らしいんだけど。魚がうようよいたぜ。で、よっしゃ、そこ行って釣りしようぜ。釣った魚はその場で焼いて食っちまおうぜ。釣って、とある土曜日の午後、釣り道具と100円ライターと塩コショウを持って、俺と竹と吉政の3人で集まった。チャリンコで山のふもとまで、チャリを藪の中に隠して山を登ることこ1時間。細く狭い獣道をかき分けて、山の中腹にある少し開けた原っぱに出た。そっちを降りるんだよ。竹が指さした方は、一見藪なのか崖なのかわからない茂み。おめえこんなとこ一人で降りたん。いや、兄ちゃんと来た。マジすげえよおめえら兄弟。なんて言い合いながら、わずかに踏み鳴らされた足元を頼りにかき分けながら歩いた。やぶに埋もれた斜面を降りた先は少し開けた。それでも高い樹木に囲まれた広場。ただでさえ曇天だったのが、日の光は木々に遮られ、まだ昼の虹だというのに薄暗い。文字通り鬱蒼って感じ。そこに池があった。そして池の脇には、粗末な池にお似合いの小さなボロ屋が立ってた。半径7、8メートルほどのその池には、鳥よけに使ったのか、ところどころ腐ってちぎれてるネットがかけてあって、ネットの上は枯れ草がかけてあった。少しネットをずらして下を見ると、30センチクラスの魚影がうようよ動いてるの。俺はそれよりもボロ屋が気になって、なんか家あるよ、誰かいんじゃねえの？と聞くと、竹は、いや、この前は誰もいなかったよ。兄ちゃんが中入って見てきたけど、廃墟だって言ってた。と。マジかよ大丈夫かなぁ、なんて言いながら、釣りの準備を始めた。竿を伸ばして仕掛けを作って、凛太郎ミミズを釣り針につけて、順番に糸を垂れる。入れ食いだって思ってたら、全く食いついてこない。おかしいなぁ、餌ダメなんかな。魚でかいのがいっぱい見えるけどねって。2時間近くは糸垂らしてたかな。でも全く釣れない。そのうちガキの俺らは飽きてきた。すると、まるで俺らの気分に合わせるように、空がますます暗くなってきた。雨降りそうじゃね？帰る？どうする？帰ろうか。魚焼いて食おうって思ってたのに。なんて話してたら、急にざーっと夕立ちが。うわっつって釣り竿畳んで小屋の方へ駆け出した。雨が強さを増してく中、ボロ屋の軒下で雨が弱まるのをじっと待つ。すると、吉政が切ったねえすりガラスから中を覗きながら、ねえ、なんか面白いもんないかな。って言い出した。この前兄ちゃんが入ってみた時は何もないって言ってたよ。入ってみねえ？って話になって、でも鍵かかってるらしく玄関開かないから、竹の兄貴がやったように、3人で窓によじ登って小屋の中に入ったんだ。小屋は6畳一間のワンルーム。畳は腐って床も抜け落ちそうな勢いの荒れ具合。で、すっげえ生臭いんだよ。生ゴミみたいな匂いが充満してた。家具と呼べるほどのものは何もなく、
生臭い匂いはすれど生活臭というものがない。汚い布団と観音開きの戸棚、小さなちゃぶ台くらい。部屋の隅に変な薬瓶、おそらく農薬の類を入れるような茶色のガラス瓶が散乱してたのを覚えてる。そうこうしてるうちに雨が強くなってきた。ちょっと今外へ出れそうな雰囲気じゃない。なあ、ここをきれいにして俺らの秘密基地にしねえ。吉政が言い出した。いいねえと俺同意。竹が。よっしゃ、やろう。つって、三人でゴミ蹴って集め出した。玄関開けね。空気入れ替えようぜ。って、吉政が入り口へ。直後。うわ。と大声。どうした？って見ると。土間に魚の骨が散乱してんの。魚食ってるよ。でも結構新しくね。魚は身をきれいにこそぎ取ったように頭と骨だけになってんだけど、そんなに古いものじゃなかった。目玉まできれいにくり抜いてある魚の頭を見ているうちに、言葉にできない不安が形になってくる。俺らは無言になった。この小屋は打ち捨てられた廃屋ではなく、まだ出入りしている人がいるのだ。そして、その人は池の魚を食ってるんだ。こんな日も水もないところで料理して。急に怖くなってきた俺たち。三人でゆっくり埃の溜まった部屋を見回した。外はまだ大雨。あれ、中に何が入ってるんだろ。日に焼けた観音開きの扉に近づく。これまた強烈に臭い。鼻つまんで、よし開けてみようぜって言って、三人でその扉を開ける。中身はボロボロの仏壇だった。朽ち果てたって表現がぴったりの。で、立てかけてあったのは、三つの壺と並んで三人の写真。三人の子供の写真。でもおかしい。時代がバラバラなのよ。白黒の昔風な写真があって、割と新しいカラー写真もあって。でもそのカラー写真のやつの子供の顔。どう見ても、死んでる。白目向いてる子供のポラロイド。首に紐巻きついてた。帰ろうか。いや、逃げようかと俺は言いたかった。けど、それを言うとギリギリで保ってる理性が吹っ飛んでしまいそうで。でも、ここにいちゃまずい。少なくとも俺らが今見ているものは、この持ち主にとって都合のいいものじゃない。子供なりにそう考えていると、俺はあることに気づいた。燃え残りの線香の緑が鮮やかだ。灰がまだ新しい。俺が扉を閉じようとすると、竹が、うわぁ、と絶叫。これ、と、竹が指さす先には、仏壇の横にまだ準備中とばかりに立てかけてあった、四つ目の写真立てが。写真はまだなく、白い紙が入ってて、それには鋭い釘みたいなもので書いたガクガクの赤い文字で、藤井総一、と。藤井総一、これ、竹の兄貴の名前なのね。なんで？なんで？パニック状態の竹。さすがにこれはやばい、逃げるぜって言って、さっきの魚の骨が散乱してた土間へ。力入れて勢いよく玄関を開けて。開かない。なんで？鍵開けて。違った。待って。下。玄関の引き戸は、開かないように無数の釘で打ち付けてあった。もちろんこちら側から。完全にパニック。ネズミ捕りのカゴに入ったネズミ状態。とにかくもう何がどうでもいい。ここにいたら恐怖で潰されちゃうとばかりに窓から我先に争って脱出。三人で転びながらめっちゃくちゃになって山道を駆け下りて、信じられない速さで下山。土砂降りの中チャリに飛び乗って、一番近い他県地へ向かった。家に着くなり。母ちゃん大変だ。兄ちゃんが殺される。と、先週からの顛末を説明。最初はいぶかしがってた竹の母ちゃんも竹のあまりの剣幕に、
兄ちゃんはまだ帰ってきてないし、お父さんに相談してみようということに。俺らはそこで別れてそれぞれ帰宅した。後で聞いたところによると、竹んちの親父を含む数人の大人が、竹の兄貴の先導で小屋へ行ってみたそうだが、例の仏壇には写真も何もなく、俺らの見間違いということになった。そしてさらに奇妙なことに、俺らが釣りをしようとした池の魚は、水面を覆い尽くすように白い腹を見せて、死に絶えていたのだとか。別の日、俺がなくしたと思ったあの時の100円ライターが、うちの門柱の上にこれ見よがしに置かれていた。怪奇現象にしては地味かもだけど、これには正直ゾッとした。池の小屋の主は、俺らはその時はヤマンバだとかそんな化け物じみたものを考えていたけど、実は案外、生きた人間だったのかもね。だとしたら、むしろ怖いけどね。吉政と秘密の鳩場。前の話の吉政に聞いた出来事。この吉政、今では大阪に出ていいおっさんになってる。ガキの頃に覚えた釣りは趣味として今でも続けていて、大阪でもちょくちょく夜釣りに出かけるんだと。ある金曜日の夜、仕事も終わって、さあ今日は夜通し釣るぞっつって、彼の秘密のポイントへ向かった。そこはある鳩場で、昼は運搬車両や港湾作業車の往来が激しいが、夜になると明かりを探すのも困難なほどひっそりした場所。それゆえの穴場とあって、吉政は誰にも教えず秘密の場所として通っていた。その日も夜の2時頃鳩場について竿を出した。遠くに光るネオンを見ながらのんびり夜釣り。ラジオを聞きながら缶ビールをちびちびやって、至福のひとときを楽しんでいた。しかし、今日に限って当たりはない。まあこんな日もあるかなと、半分諦め加減で長丁場を楽しんでいた。小一時間も経った頃。おーい。おーい。と、呼ぶ声が聞こえる。時刻は夜中3時近く。なんだろう。今自分人いるのか?と、あたりを見回すも誰もいない。元より作業の終了した明かりのない暗い鳩場では視界も悪い。気には留めながらも釣りを続けていると。おーい。おーい。と、今度ははっきりと聞こえた。堤防の先だ。そう思って数十メーター先に目を凝らすと、かすかな人影が手を大きく振りながら呼んでいる。何事ぞ?と思いながら腰を上げ堤防の先を目指して歩き出すと。おーい。携帯持ってるか?あとたも。たもも。と。携帯はポッケに入ってる。じゃあたもをと掴んで、堤防の先を目指して歩き出すこと数分。帽子をかぶり丸々とした赤ら顔の中年のおっさんが、ニコニコと待っていた。あんちゃん電話持っとるか?どうしました?いやあ、あれな。おっさんが堤防の先から暗い水面を指さす。すると、すぐ下にうつ伏せに浮かぶ男の姿が。わ、驚く吉政。あんちゃんタモでな。つっておっさんがタモを誘導。その端を吉政に握らせ。よっしゃ、しっかりそのままやで。あんちゃん警察に電話して。吉政が110番。すいません、今〇〇なんですけど、水死体を発見しました。はい。ええ。場所はこの辺で。タモで引っ掛けてるんで、流されないうちに急いで来てください。と、電話を切るとあたりは静寂。さっきまで隣にいたはずのおっさんがいない。ええ、おっさんないわ。このタイミングで帰るとか。明かりのない堤防の先、死体をつなぎ止めたタモを片手に警察を待つこと大体15分。懐中電灯の明かりを灯しながら3人のおまわりさん登場。いやあ、難儀でしたね。お一人で?いえ、さっきまで帽子かぶったおっさんが一緒だったんですけど、その辺おりませんでした。いや、
来る途中は誰もいませんでしたよ。と若い警官。帽子かぶったいうんは、あの人やろ。と、老警官が水面に浮かぶ仏さんを指さす。吉政は、そこで初めて仏さんをまじまじと見た。ブクブクと膨らんではいるが、元の背丈体型もあのおっさんと同じくらい。顔を見ることはとてもできなかったけど、帽子とベストはさっきのおっさんのものだった。おっさん、自分やったんかい。頼むで、なんか恩返ししてやー。と吉政は思ったそうだが、おっさんの恩返しは、今のところまだないそうだ。